バンは水平にすると荷物をいっぱい積みますみたいになるから、C がちょっと上がってるのがかっこいい。福井の旧車系 YouTuber ひでチャンネルです。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。温かいコメントや高評価のグッドボタンなどいただいていつも本当に励みになります。じゃんということでね、2台の70系のカローラが並んでますけど、こちらがね中部の会長、そしてこちらがね関西の会長の乗る70系のカローラ、ね、セダンとバンです。もうね全然わかりません。発力の時代なの。なるほど、終わってからもまだ作ってあったよっていう、うん、なるほどなるほど。だからこれはその70系でも結構初期。なるほど、なるほど。でこれはもう最高期なのでね、すごく詳しい会長に聞きながらね、クラッと見ていきたいというふうに思います。それではね、2台のカローラ見ていきましょう。はい、すいません、それではお願いしますっていうことで、この顔つきの全く違う2台なんですけど、どちらも70系のカローラということでよろしいんでしょうか。はい、ということでまずはねこちら丸目4灯のセダンの方を見ていきましょう。はい、こういう感じでね、もう四角いグリルと丸いライト、そして真ん中には GT とありますね。これはなんて書いてあるんですか。フォースロットルです。フォースロットルということでね、なるほど4つあるぞと、まあ、この辺の、ね、年代は本当に、ね、そういう数字が、ね、いろいろありましたよね。何々バルブとかね。はい、ということでね、こちらフォースロットルということで、まあ、4発エンジンがね乗ってるはずですよっていうことでね。はい、こちらのねフェンダーミラー、これは純正ですか。純正です。純正ということで、これねもう四角い感じに、スクエアな感じになっていて、これねあのよく見るトヨタ車っぽいねミラーとなっているというふうに思います。そしてこちらね、はい、こちらバンはね全然顔つきが違うんですね。こちらは革命の2灯ということで、まあ、ヘッドライトは交換されていると思うんですけれども、まあ、グリルとかはノーマルね、ということでね、はい、こちら若干ねプロジェクターランプっぽい形のフォグランプがついてますけど、これがね、まあ、こんな感じでなかなかね精悍な顔つきを演出しているというふうに思います。いやかっこいいですね。そしてねバンパーもやっぱ全然違うんですね。こちらどちらもノーマルですよね。はい、ノーマルバンパーですね。僕ねこちらあのセダンのバンパーはね、ここのね、グリッと、えぐれたような形、これがね、あの前ね、SR、ね、取材させていただいて、いやかっこいいなっていうふうに思いました、ね、こちらもね、まあ、こんな感じで見るとね、はい、ランプが映らないぐらいの角度があるんですよね。なのでね、結構特徴的なバンパーだというふうに思います。ということで、ね、はい。これ大きな違いっていうのは何があるんでしょうか。後ろの形は全く違いますけれども、車種とかも全然違うんでしょうか。違いますね。なるほど、どういったところが一番の違いみたいな。後ろのサスペンションですね。こちら、はい、セダンは、はい、ゴリンクっていう、はいはい、86が同じです。バンは貨物車なんで、はい、リーフスプリング、ね、リーフスプリング、なるほどね、はい、板サスと、ね、通常の、ねね、はい、コイルサスということで、なるほど、まあ、そういう違いがあるんですね。ということでサイドの方回っていきましょう。はい、小野さん、これ懐かしい感じのホイールですけれども、はい、これトヨタとありますけど、これは純正ホイールですか。はい、70の純正ではなくて、はい、AE86 の純正オプションだったらイントラの。なるほど、ね、
ちょっと懐かしい感じのねフィンタイプのホイールがねなかなか似合ってるというふうに思います。はい、そしてねサイドの、はい、ラインがねかっこいいですよね。こういう感じになってます。でここにはね、はい、ツインカムとありますね。いや僕はあのケンメリ、まあ、乗りというかケンメリに乗っていたんで、まあ、今レストア中なんですけれどもツインカムは非常に羨ましいと、ね、もう僕はいつも言ってます、ツインカム本当に羨ましいです。はい、そしてねこちらセダンね、やっぱりねセダンといえばこのね窓ガラスの関係性がかっこいいですよね。そしてこの C ピラーのあたりね、この辺もねやっぱりちょっと大きめに窓が作ってあって後ろの人なんかもね結構ゆったりと、ね、乗れるのかなっていうふうに思いますけれども、このねドラフトアパッチこの辺もね結構こだわりがありますよね。はい、ということでねここにはね何なんでしょうか、アンコウがいますね。はい、ね、給油口には何を入れるんでしょうか。はい、ということで後ろの方を回ってきましたけれども、はい、こんな感じになってるんですね。やっぱこれ GT っていうのは一番やっぱりあれですか、走りのグレードと。そうですね、あのツインカムエンジンとしてのスポーツグレードということで、はい、なるほど、うん、ということなんですね。はい、そしてね、はい、これですか。これはあのこれは18禁のやつじゃないですか。全然18禁じゃないで、これ、これはこれだってお酒の CM のキャラクターですよね。そう、このサントリーのペンギンですよね、うん、懐かしいな。はい、70カローラ保存会さんは、まあ、こういうね、まあ、これあれですよね、だってカセットを入れるやつですよね。そうそうそう、ね、その通り、カセットいう、カセットなんてこの車にはついているのでしょうか、わかりませんけれども。はい、ということでねリア周りもねやっぱりねこのセダンとバンではね、まあ、全く違うんですよね、もちろん。はい、ということで僕はセダンのねこのガラスのカローラのこの立ち上がり具合がねかっこいいなというふうに思います。こんな感じですね。はい、それではねバンの方も見ていきましょう。はい、ということでこちらやっぱバンはねテールランプが横にねちょこっとあるんですね。これもノーマルなんですか。これノーマル。これね結構かっこいい形してますよね。ね、結構この造形が細かいんですよ。これねちょっと伝わるかな、この辺りから見るとわかるかな、この辺がね、まあ、分割はされてないんですけれどもきっちりねくぼんでいてかっこいい感じになってます。でこちらもねもちろん、はい、70カローラ保存会とあります。でワイパーはもともとついてるんですか。このグレードでは珍しいです、はい、なるほど。このグレード珍しいってことはオプションだったってことですかと思います。なるほどね、この辺もねすごいわからないですよ本当にね、はい、2つついてたりするバンもありますからね、マーク2とかね、はい、あれがねちょっともうよくわからないんですよね本当に。はい、そしてねこちらのサイドね、僕ねあのバンは形的にすごい好きなんで、はい、なんかねすごい音が聞こえましたけれども何なんでしょうか。はい、この辺のねバン独特のガラスがずっと続いてくるデザイン、こちらがねめちゃめちゃかっこいいですよね。でここら辺のねこれ飾りみたいなのもノーマル、ね、はい、ノーマルということで、なるほど、結構ねいい感じの渡辺が入ってますけれども、ね、リーフサスなんでなかなかこれ結構車高落としてますよね。落としてます ね、なんで、まあ、どうやって落としてるんですか。ブロックかましとか。リーフを裏返して。あ、裏返して。なるほど。少しだけスペーサーをかまして。なるほど。ね。はい。ということで、車高を若干落としていると。荷物はほぼ積んでないのに、この車高ということです。はい。そしてね、こちら。ね。こちら、ちなみに同じ形式ですけど、ドアは共通とかではないんですか。例えばの話ですけど、このドアをこっちにつけるってことは可能なんですか。あのサッシだけが違うんで。なるほど。ドアは一緒。この部分ですね。はい、
そこから上が違う。この部分だけ変えれば共通と。ですよね。まさかね、もう専用品で作れないですよね。こちら泥除けね、ついてますけれども、これは純正の泥除けなんですか？純正です。なるほど。なかなかあれですよね。こんなところから生えていて、すごいかっこいい。なんかちょっとあのセリカのトランザムキットの逆バージョンみたいな取り付け方ですね。めちゃめちゃかっこいいというふうに思います。そしてね、はい。こちらのセダンには、なんと、はい、ヤマハがありますね。これはなぜヤマハをつけているんでしょうか？積んでるエンジンがヤマハの DTG なので、はい、なるほどね。その辺がね、もうあのスノップだなというふうに思います。これはあのちょっと論争になりそうですよはい、ということでね、エンジンの方で、ね、見せていただいてよろしいでしょうか？エンジン開けてびっくりじゃんはい、なんかね、会長同士がこう素笑いを、ね、浮かべながら、ね、いますけれども、なるほど、ね、はい、2TG、はい、ね、これがね、だからあれですよね、もうあの僕の中のイメージですけど、2000GT のちっちゃいやつのエンジンですもんね、これ。あんまデザインも、ね、そうですね、もう ほぼほぼ、うん、ここら辺のタペットのね、うんうん、デザイン、一緒ですもんね。なるほど、だからヤマハ製だぞということで、うん、ヤマハをこう、ね、使ってるということで、これがね、なかなかあの記事によっては、うん、いや、ヤマハはそんなに作ってないんだよっていう人もいるし、ね、そこら辺が僕はもう分かりません。ヤマハのマークはここにあるんです。なるほど、これは初めて知りましたこれはあれなんですか？あの 2TG は、うん、全部ここにあるんですか？ああ、入ってますね。絶対入ってるって。入ってますね。なるほど、うん。なるほど。だからね、このトヨタがこの大きさで、ヤマハがこの大きさなんで、うん、まあ、やっぱ資本はトヨタが出したと。力関係なんでしょうか。はい。ということでね、こちらエンジンね、はい、素晴らしい感じに、もうすごいカスタムが施されていますけれども、はい。これは、はい、インジェクション仕様。はい。で、ね、このスロットル、ね、スロットルね、うんうん、ありましてね、はい、エアクリーナーがついていると。これは何でしょうか？どうなってるんでしょうか？これはいわゆるデスティビューターで、はい、あのノーマルですとここであの、はい、4本こう、はいはいはい、各シリンダーに行ってるんですけど、はい、4連スロットルのユニットつけるのに、はい、あの回転信号がノーマルのデスビーじゃ全然足らなくて、なるほどなるほど、実はこれあの 4AG のデスビーが上についてます。なるほど、上だけこう、うん、変えてあるということですね。素晴らしいというふうに思います。こちらも 4AG の、はい、いわゆる、AE と1が銀ヘッドの4面スロットを使って。なるほど、全く分かりませんけれども、まあ、とりあえず、ね、あの新しいやつのいいやつをこうスワップしてあるということでよろしいでしょうか？ありがとうございます。もうね、ヒデチャンネルわけが分かりません。はい、ということでね、こちらね、はい、関西会長のバンの方なんですけれども、こちらは何のエンジンが乗ってるんでしょうか？これは AE111 の 4AG、はい、なるほど、 AE111 ってことは、結構新しい最後のやつですよね。レビントレの排ガス規制が引っかかるんで、はい、元のエンジンが登録できないということで、エンジンがこれに、はい、大人の公認仕様ということでしょうかね。そしてね、この弁当箱がついていて、何なんでしょうかこれは。なるほど、美しい音色が広がるということで。なるほど、車検そのまま行きますか？すごいいじってありますし、この辺がね、キリンの探麗を使ってるあたり、ね、受け狙い、受け狙いね、なかなか激アツなんじゃないでしょうか。でこちらでタコ足が入ってるということでね、ステンレスのね、決まりが入ってますということで、いやー素晴らしい。そしてね、はい、旧車オーナーには羨ましい、エアコンクーラーついてますね。はい、あの86の音がそのままついてますね。あ、なるほど、だからもう、あ、でもこれは違うんですもんね。まあまあでも 4AG なんで、なんでまあ要は一緒と。なるほどなるほどなるほど、もうね、取材してますがちんぷんかんぷんです
それではね、1台ずつエンジン音聞かせていただいてもよろしいでしょうか。まずはね、2TG のエンジン音を聞かせていただきましょう。おお、これね、やっぱりね、すごい、でもいい音がする。シルキーなんですけど、アクセルをね、開ければすごいいい吸い込みの音がしますよ。それではね、排気音もちょっと聞いてみましょう。お願いします。おお、これはね、やっぱりちょっとトヨタらしい、ね、ちょっとしっとりとしたね、乾いた音じゃない、こう湿り気のある僕の大好きな音ですね。なるほど、ありがとうございますオーナーさん。それではね、続きまして、ね、86ではない 4AG ね、もうちょっともう僕はね、まあ、脳みそフル回転で喋ってるんで、間違ってたら訂正してくださいね。はい、ということでこちらもね、もちろんシルキーな感じなんですけど、吸い込みの音って聞かせてもらうことできますよね。おー、素晴らしい。こちらもね、負けず劣らずいい音がしますよ。はい、それではね、排気音聞かせていただきましょう。なるほど、ありがとうございます。ね、はい、型式が違うエンジンが乗っているんですけれども、やっぱりね、トヨタチューニングが施されているだけあって、ね、音の質感はね、結構似てますね。ただね、デュアルダッシュと、ね、シングルダッシュなんで、まあ、その辺の違いもあるのかなっていうふうに思いますけれども、これはね、どうなんでしょうか。はい、ということで、ね、室内の方メーター周り見せていただくことできますか。ありがとうございます。こちらがね、はい、70カローラセダンの内装となってます。これはだからバンと共通なんですもんね。下はね、内張りはそうです ね、うち、あ、でも内張りの面積が違うかな。こんなに高級じゃない。なるほど、ね、はい、こちらね、新車地のビニールがついているということですね。この辺のね、このドアノブがトヨタらしい形をしてますね。はい、そしてこの辺なんかもどうでしょうか。このね、ちょっと赤く光るドアが開いてますよっていう警告灯もね、なかなかエモいというふうに思います。で、はい、やっぱね、 GT 走りのグレードだけあってね、純正状態できっちりタコメーターついてるんですけれども、かっこいいですね、こんな風になってます。なるほど、これOK モニターがここにあるんですね。なるほど、僕はね、ここにある OK モニターしか知りませんでした。あ、ね、あ、ね、コーナーとかね。そうです、そうです、セリカとか、ね、はい、うん、なるほど。だからトヨタはもう OK モニターって、これが一応いろいろなインジケーターが集約されている場所っていうことで、うん、これちなみにどんなものがわかる。この車だとラジエーターの液量と、はい、バッテリーの液量と、はい、それからリアのテールランプ切れ、はいはいはい、あともう一つ何だったかな。あとエンジンオイルの量だ。そんな量まで分かるんです ね。素晴らしい OK モニター、ね、はい、トヨタの技術の粋が集まった OK モニターということでね、はい、ナルディの、ね、黒い革巻きステアリングが入っていて、デカロシートということで、後のシートはノーマルと。ノーマルです、ね、室内もね、非常に綺麗な状態を保っているというふうに思います。なるほど、はい、そしてね、なんかね、オーディオはね、良さげなやつがついてますね。はい、ね、こんな感じになってます。小川さん、ありがとうございます。それではね、こんなに高級じゃないですけどとおっしゃってましたけれども、バンの方はどんな感じの内装になってるんでしょうか。なるほど、はい、これはね、僕はミニキャブで見覚えがあるような形ですよね、ソリッドのね、こういう感じになってます。
まあ、でもあれですね、まあ、本当にね、ドア共通とおっしゃってたんですけど、まあ、ついてる部品は違うんですけど、ついてる位置関係はね、一緒ですね。なんで、流用は効くといった感じでしょうか。でね、まあ、もちろんメーター周りも違うんですね。なるほど。はい、こちらはバンタイプなんで、タコメーターはないということで、ね。はい、こういう感じの室内になってます。はい。でもね、僕バン大好きなんですよね。寝れます、後ろね、シート倒せば。これシートは変わってます？変わってます。変わってますよね。これは何用のシート？86ですね。あ、86用のシートということで。なるほど。これシートついちゃうんですもんね。そのままつく。そのまんまね、無加工でバッチリつくんですもんね。はい。ということで、これはね、前回、ね、トレノの方に教えてもらったっていうことで、ね。これ、ハンドルはなんていうハンドルなんですか？ミケロッティっていう。あ、ミケロッティ。高級ハンドルじゃないですか。そうなんですか。ね。はい。僕はこの。60年ぐらいから使ってるんで、もうボロボロです。なるほど。でもこのデザインはね、初めて見ましたけれども、ね、はい、車検対応で、こんな、ね、ラッパのマーク、ね、マーク。ここですね。まあこういうね、遊び心が満載と、なっていますということで、小野さんありがとうございます。よし。はい、ということで、こちら、ね、ミラー。これは何用のミラーをつけてるんですか？これは、はいはいはい。ああ、川崎、忍者かなんかの。WGR250 っていう。なるほど。ここはね、ぜひね、ヤマハ系の、ミラーをつけて欲しかったというふうに思いますけれども。いや、でもね、はい、加藤式なんで、車検はもちろん対応ということですね。はい、ということでね、はい、関西、そして中部、両会長さんの車両をお届けしました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。もしこの動画が良ければ、高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひ、チャンネル登録をお願いします。コメントや応援メッセージなんかいただけると本当に喜びますので、ぜひお寄せください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。ヒデチャンネルの公式グッズがご覧の動画の下から購入できるようになりました。